器用ですね。かわいい。何刺してる。さあ皆さんこんにちは、ノントイ札幌森ちゃんでございます。竹ちゃんです。本州の方は見慣れてるかと思いますけど、実は竹は北海道にはほぼないです。めったにお目にかかれません。私は見たことがないぐらいです。ということで、私の勝手なイメージなんですが、竹と言ったらアジアっていう感じがしますので、アジア圏の動物に竹をプレゼントしていきたいと思います。はい、今回はクマちゃんとピントロングちゃんたちにプレゼントしていきたいと思いますので、どんな反応するか皆さん楽しみにしていてください。それではどうぞ。竹ちゃん、さあまずはクマ王子の登場です。ゴロ王子、モノボケ大将、モノボケ王子、ゴロ。絵になるね。ほら。美味しいというか風味があるんでしょうか。絵が器用ですね。かわいい。何刺してる。ごめんごめん、つかんちゃった。すごいじゃん。いや器用。おお、顔面も使って持つんだね。おすごい。うん。コロ君は葉っぱよりそこが好きなんだね。茎の部分というか。やっぱりちょっとパンダっぽいね、動きが。本当に器用だね。抱きしめてくれてました。いや、ゴロくん、ちょっと今回は頭に乗せるシーンは見ることができませんでしたけど、すごく気に入ってくれたんじゃないかと思います。特に両手で持ち上げたとき、私大好きです。ゴロ、ありがとうね。ありがとう。おお。はい、ビントロングです。ジャコウネコ科の動物で東南アジアに生息する猛獣です。はい、それではどうぞ。なんだなんだ、体勢が。どう、アジアな匂いする？ここがパパで、手前がママです。かわいい。立ち上がってます。尻尾を使って立ち上がってますね。おっと、掴んだ。折ってもいいし、食べてもいいし、好きにしていいんだよ。トゥリ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 。
だったの？ダサだよ。竹。折ってみたところからちょっとこうかじり始めました。きっかけを作ってあげるとみんないい反応しますね。すごい野生味あふれる顔してる。すごいすごい。パパも遊びたくなったの？取り合いに。すごいいい匂いが、いい匂いがしたんでしょうか。取り合いになってますね。ここ持ってあげるか。どう？楽しかった？うん。いや、折れてるところ好きね。いいよね。いい香りするよね。うん。はい。はい。ありがとうね。ありがとうね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。それぞれの反応すごく可愛らしかったと思います。グッドボタン、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、またね、バイバイ。